9月の20日火曜日、ユニクロの本日からお買い得になりました情報をピックアップしていきたいと思います。引き続きだと思うんですけどね。本日からというふうにメッセージが届いているので、プリント V ネックブラウスの長袖です。今のシーズン、本当にね、着るのにぴったりなブラウス。これからはレイヤードで重ね着してもいいかなと思います。今でしたら1枚で着る。色は2色展開。オフホワイトとブラックですね。他にもプリントネックブラウスはですね、他のお色もあります。他のお色は同じ花柄でグリーンとブルーがありますね。サイズも豊富に揃っています。滑らかで着心地のいい、レーヨン100%素材。シワにならないですね。V ネックの美しいボリュームスリーブブラウス。英国の色鮮やかな庭園をイメージしたノスタルジックなマルチフラワープリント。もう本当お好きな方はね、フラワープリント永遠の好きっていうアイテムですよね。柔らかい素材感。ホワイトとブラックとグリーンとネイビーっていう色展開になっています。1290円です。ドレープフレアーパンツです。ドレープ感のある風合いを活かしたフレアシルエット、センタープリーツで足長効果。シンプルなパンツです。カラー展開は5色。ブラック、ナチュラル、ブラウン、グリーン、ブルーです。今季ね、秋冬ベーシックカラーでブラックのオールワントーンコーデとかチョコレートカラーなんていうのも流行っていますが、新しくピンクとブルーなんていう情報も出てきましたね。綺麗なブルーだと思います。お値段1990円はお安いです。こちらちょっと気になったのでプラスしたんですが、スフレヤンボートネックワンピースのスムースの長袖です。もちもちのね、肌触りが心地よく1枚でも綺麗に可愛く着こなせる。この丈が下にスパッツとかパンツとか合わせてもいいし、1枚でタイツにブーツっていう組み合わせもありますね。こちらのね、ナチュラルカラーの S サイズが1枚残っていたので、現時点で、はい、1990円です。そしてこちらも気になりました。コットンレーヨンレースティーノースリーブ。これももちろんね、1枚でも着てもいいんですが、これからは重ね着ですね。このレース部分だけ、ちょっとカーディガンのところから見えるとか、セーターの V ネックの部分から見えるとか、丸襟でも少し空きの広いものは、このレースの部分が見えるかなと思います。色が3色展開。いいサイズ感のものが残っていますね。お値段500円です。ブラックとオフホワイト。このブルーも綺麗だなというふうに思いました。レイヤードでレースの部分だけ見せるのに500円っていう価格帯は楽しめる価格帯ではないかなと思ってご紹介します。そしてユニクロ U でジェンダーレスっていうのがね、気になってますっていうのを挙げたと思うんですが、前回のユニクロ U ですが、オーバーシャツジャケットです。こちらのね、小さいサイズが残っています。色はブラウンとオリーブですね。こちらのブラウンがサイズがたくさん残ってるんですね。値段1990円。綺麗なね、ブラウンですよね。こんな風にレイヤードしても楽しめますし、今季のユニクロ U のアイテムとも合うかなというふうに思いました。そしてこちらも男女兼用ユニセックスです。ウォッシャブルクルーネックベストです。すっきりとしたシルエットと軽やかな着心地に改良。性別もシーンも問わずに使える万能ベスト。グレーは XS しか残っていませんが、私たちレディースだったら XS でいいかなと思います。ベージュはね、ほんと全サイズ残っています。あとですね、このベージュに加えて、白地に V ネックのところにラインの入った V 開きのベストも出ています。ね、こちらも重ね着にいいかなというふうに思います。そしてこちらも男女兼用です。エアリズムコットンオーバーサイズモックネックティーのゴム袖です。こちらもね、新しい商品がユニクロ U から出ていますが、変わらないっていう感じなので、前期ものでもいいかなと思います。しかもサイズいっぱいあります。こちらのパープル、全5色展開ですね。ホワイト、
グレーは XL しか残っていません。ブラックはほぼ全サイズあります。そしてグリーンも、まあ、真ん中のサイズがあるので、今季物ではなくてもいいという方は990円お買い得かと思います。フレアハイライズジーンズ、これ標準丈も丈長めもあります。これもね、すべてサイズが揃っているんですね。フレアジーンズ、ちょっとワイド系のジーンズなので、今季トレンドど真ん中ですね。色はこちらのダークグレーが秋口に着るんだったらいいなというふうに思いました。あと2つのカラーは残っていません。こちらのカラーのみ1290円ということです。そしてこちらのね、ブラウスも今日からっていうふうに出ていますが、前回か前々回も出ていましたね。シャイニーギャザーブラウスの長袖。これも今着るのにぴったりなアイテムです。全サイズ残っていますね。1290円。オフホワイトとブラウン。ちょっと赤みがかったブラウンですね。そしてネイビーです。まあ、ネイビーもね、どんなものとも合わせやすいかと思います。そしてこちらも今日からというふうに表記されていましたアシンメトリープリーツスカートの標準丈。色は3色展開。こちらはワインですね。そしてブラック。今季トレンドのワントーンのブラックコーデなんていうのにも使えるかなと思います。全部がプリーツじゃないっていうところがいいですよね。そしてナチュラルです。ちょっとね、茶色っぽく見えるんですが、ワインという表記になっています。さあ、今日から値下げっていう商品でピックアップして気になるものだけ見てきました。必要なものがあれば、お値段お安い時に買うのがおすすめです。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しています。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。